私に任せろ。あなたは私の両親を殺した精霊がイフリートではないと言った。でもあなたの言葉は信じたい。それにどちら私もできることなら。今回の修学旅行の行き先はハルビ島。それでは先に部屋割りを決めちゃいましょう。その部屋割りとやら一緒に組むぞ。なぜだ、5人一組なのだろう。ならば問題ないではないか。そうか。ダメです、彼は男子で。先生、八戸神灯火の家、その代わりに彼を女子にしてほしい。一緒にお風呂に入ろう。今度の修学旅行、気をつけた方がいいわ。調査したところ、君たちの修学旅行をプランニングした旅行会社は DM インダストリーの系列会社。私たちを除けば今世界で唯一リアライザを製造することので。どうも気な臭いのよね。しかも私はその期間本部に出向予定だし、あとのことはレーネに頼んでるから大丈夫だとは思うけど、くれぐれも気をつけてちょうだい。これが、うむ、以前ミーたちが話しているのを聞いたことがあってな。でも空も海もとても綺麗だな。お、これがヤシの木というやつか。あそこに。お楽しみのところ失礼します。風が立っていて危険ですので、ホテル。あなたたちの随行カメラマン、エレンと申します。あやつに監視されて。
ここで誰かが戦っているのか。やるで、この我と互角に戦う。だがそれも今日でしまいだ。反論、この百戦目を制するのはかぐやで。ふん、ほざきおるわ。否定、生き残るのは譲るです。かぐやに病の名はふさわしくありません。私の出番だ。全部任せなさい。水産病は先読みの間に押してまいります。さあ、同意、譲るもその。我らの神聖なる答えによっては我が、その通り、よくも我らの命運を定める静止、かぐや、それうるさい。とにかくこのままでは気が収まらんわ。ああ、そうか。質問、譲るよ。我らのこれまでの戦績は、だが一つまだ勝敗を決していない。疑問、勝負を。そこの人間よ、貴様を今、どうだ譲る、この勝。万象一切をひれ伏せさせる我の。否定、そんなことはありえません。ゆず、たわけたこと。魅力的なのは我に決まっている。言っていなかったか、我らはもともと病という一人の精霊だったのだ。だが幾度目かの限界の時か。説明、二つに分かたれた譲るたちですが、やがて一つに戻ることが分かったのです。さあ、思うぞ。請願、譲るを選択してください。ああ、聞こえるかい。やっと通信がつながった。なんだって。了解した。では彼女たちをホテルまで連れてきてくれ。花といったところかな。
教えてやろう。確保。こちら。何を情けないことを。却下。抵抗は。私の出番だ。全部任せなさい。おっしゃ、みんなでほら。あむ、どっ彼のところ、あなたは我にかなうとでも思ったか。よかろう。戦慄さす。こんなところでしょ。